こんにちは、あかりんことよしたあかりです。さあ今日はですね、最新のデカめメイクをやっていきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。はい、ということで早速やっていきましょう。今日はね、ちょっと左右分かりやすいようにこっちだけ先に仕上げていきます。ビューラーは資生堂を使っていきます。もうこれが一番上がるからね。とにかく根元からちょっと鏡をこんな風に下に置いてグググググっと上げていけるように。で、最初真ん中上げて外向き内向きに上げていきます。ビューラーだけでかなり変わるよね。で、下まつげもこんな感じでビューラーをひっくり返してこういう感じで、下まつげを下向きに下げるっていうのが今っぽいデカめメイクで、アイシャドウをやっていきたいと思うんですけど、使っていくアイシャドウがこちらです。知ってる？これデイジークのなんか涙袋パレットって言われてるシャドウなんだけど、私は9点で買いました。出してみるとこういった感じになってます。肌色っぽいカラーがほとんど発色しないんですけど、これがめっちゃ漏れるんですよ。まずここの肌色カラーをアイホール全体に塗っていきます。こんな感じ、広く塗って、でニコって笑った時にこのぷっくりする部分にもうこれでもかってくらい結構塗ります。いつもコンシーラーでやってるのをなんかパウダーでやるような感じ。そう、この辺まで盛る感じ。これがめっちゃ盛れるから、なんか最近のデカめメイクは涙袋マットでちょっと白く盛るみたいな感じが最新っぽい。これだけで全然違うくない？で、続いてここのね、明るい方のブラウン使っていきたいと思うんですけど、ちょっとね、これ使った時に私の肌の色だとなんかちょっと目がすごく重くなったので、この色ね、ちょっと代わりにリアイドルのザ・アイパレの103番の釘付けのブラウンレッドのちょっとここのカラー使っていきます。自分の好きなブラウンのマットを使ってください。これを二重幅より少し広めに、なんかね、上まぶたはそんなに盛らない。で、この時にちょっと横長に見えるように目尻の方はちょっと長めに入れます。で、これ昔からよくやってたんやけど、ここをちょっとくの字に描くように入れるんですよ。そうすると二重がくっきり見えるので、こんな感じです。あとここにちょっと平たいシャドウの筆、これビーアイドルの筆なんですけど、くっきり見せると、わかる？ちょっとくっきりするのがわかりますかね。同じカラーをこのね、黒目の下あたりから影を入れます。こっちの目の形に沿わせるんじゃなくて、こっちですね、ちょっと下に外して横に入れていきます。こんな感じ、なんかこのぼやっとしたカラーで盛るのが今っぽいね。で、この黒っぽいカラー、さっきより細めにシュッ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 と、こういう感じ。おお、全然違う。で、アイラインはこのフジコの仕込みアイライナーの05番の共存グレー、こういった感じの絶妙なグレーと、いつも紹介してるてんてんてんってかけるので、まずこっちのスタンプラインで間を埋めていきます。これもいつもやとペンシルで描いててんけど、間を埋めすぎないこのスタンプラインが一番ちょうどいい抜け感が出て、全部囲みすぎると逆にちっちゃく見えるから、ちょっとね、抜け感が出るくらいに埋めるのがポイント。ここですね、黒目の下、縦幅を出したいのでここにも、あ、なんかついた。こんな感じでてんてんてんって入れると、そう、埋めてないけど大きく見えるのね。目尻のラインをリキッドで描く前に、自分が持ってるペンシル、私はキャンメイクのクリーミータッチライナーの02番使うんですけど、これでちょっとガイド描いていきます。リキッド描くの上手な方はいいんですけど、私ちょっとね、苦手なので、まずペンシルで描きたい形をさーっと描いて、この時に私の場合はここ全部描くと二重幅が縮まって目がちっちゃく見えるので、この目尻のとこだけちょっと埋めて、こんな感じですね。で、さっきの共存グレーを使って上からなぞっていきます。シューッと伸ばす感じですね。なんか私は黒を使うと目がちっちゃく見えるから、いつも茶色使ってんねんけど、グレーはすごい抜け感が出て可愛い。ちょっと上からアイラインをぼかすように、なんか線がはっきりしちゃうとなんか形を強調しすぎてちっちゃく見える気がするから、アイシャドウを重ねます。なんかこうすることによって持ちも良くなるし、いつもやってます。現時点で比べるとこんな感じですね。おー、すげー。
クレナちゃんのシピシピのシークレットキャミライナーのライトブラウン。すごいさ、ペン先が細くて描きやすいのね。色もこんな感じでほとんどつかないんですけど、これがしっかり影を描いてくれるので、さっき作った涙袋の下に、でこの時に結構目尻の方までヒュッと広げて描きます。おお、指でサササーっとなじませてあげないと結構ねライン感が出ちゃう。で、このマットっぽいのが今っぽいんだけど、ちょっとね、あの目をキラッとさせた方がなんかこう目に注目がいくやん。だからここのラメのカラーをこんな感じで少しだけラメ入れてあげる と、 ちょっとここにさ、ちょっとなホワイト系のカラーを入れるとレフ板効果があって白目も綺麗に見えるし、盛れるよ。アイシャドウとアイラインこんな感じですね。でマスカラはカールキープしっかりさせていきたいので、セザンヌの耐久カールマスカラのクリアっていう新しく出た下地を使っていきます。カラーは透明なんだけど、こんな感じで高分になってて塗りやすいです。まつげをこう下からググッと持ち上げるように上げていきます。なんかね、一本一本がしっかりしてくれるし、グイッと見えるのでこれ使ってます。で、今日は下まつげもカールをつけているので、下も同じようにこう下に向くように下地を塗ってあげます。こんな感じ。マスカラはアイライングレー使ったので、ビーンアイドルのアイラッシュマスカラ101番の限定色流し目グレージュ使っていきます。カラーこんな感じ。アイラインとも色合ってるよね。そう、長さが出るやつを使った方がいいね。ちょっと繊維が入ってるもので長さが足していく感じ。目頭の方まで一本残さずこう塗れるように。そう、繊維のマスカラつけるときはこうザグジグザグジグザグってやると最後にヒュッて繊維がつくから。これね、お用地のマスカラだけど、今日はウォータープルーフのカールキープ下地使ってるから、落とすときはリムバーでしっかり落としてあげてください。完成です。結構簡単。どうですか？全然デカさ違うよね。全然違うよね。はい、では解説していきましょう。なんかね、今のあのデカめメイクは昔と違って、ちょっとなんか薄いカラーで仕上げるっていうのがちょっと今っぽい感じかな。こういうなんかヌーディーなカラーで仕上げていくのがポイントで、ポイントになってくるのがここのカラーね。こういうカラーでなんかマットに持ってあげるのが結構今っぽい感じというか、ちょっとふわっとしたカラーでぷっくりさせるのが、まあ、韓国とか中国の方とかでも流行ってる感じがするなと思って調べてて思ったからやってみた。昔はさ、こっちにすっごいせっスカイラインとかを入れるのがあれやったけど、今はちょっとこういう離れ目になるようにこっちに盛るのが流行ってるかなと思ってやってみたのと、結構下まつげを伸ばすっていうのは重要かも。なんかいつも私上にしか下地塗るときは使えへんねんけど、ちょっと今回は下に使ってみて、まつげをこう下にグッと下げることによってここの幅が縮まるのね。韓国のアイドルさんとかも結構こういうメイクされてると思います。じゃあちょっとこっちも仕上げていきますね。はい、できました。じゃじゃん、感じ。いつもより目がでかい。そう、私ね、やっぱり濃いメイクの方が好きなんですよ。だからめっちゃ流行ってくれて嬉しいなと思うから、みんなもどんどんやってデカめメイク流行らせてこう。なんかもうここ最近ちょっと目元にツヤ感をワンカラーでみたいなのが流行ってて、なんか楽しくないなってちょっとだけ思ってたから、楽しくなってきて嬉しいです。はい、ということで、よかったらこの動画を参考にしてこのメイクやってみてください。はい、ということで、今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことよしなあかりでした。バイバーイ。